こんにちは。こんにちは。クレイです。今日はアルディンのエプロンのご紹介をしたいと思います。今ですね、なかなかないんですけど、結構ほぼ高確率でエプロンが揃っていますので、これを機会にですね、ちょっと来たらどんな感じかって意外と紹介してないので、写真はね、たくさん撮ってたり見えたりすると思うんですけど、実際動画でちょっと撮ってみたいと思いますので、よろしくお付き合いください。はい、では早速ですけども、はい、来てみましょう。来てみましょう。ちょっとまあ参考程度に、私が身長が156センチ、ミキさんが163センチでございます。はい。まあ定番中の定番からいきましょうかね。これですね。コットンとリネン半々のフルエプロンでございます。丈夫ですよね。丈夫です。とってもそうで、これをこう、こうして、そうね、こうしてこうだな、こうして後ろを交差交差してこんな感じですかね。ひらひらの星、こうでございます。できましたよ。これポイントはですね、これ首掛けなんですけど、大体のエプロンが、ちょっとたわますことがいいですね。たわます。これギジッとやってしまうと結構肩と首は凝ってしまうんで、本当にゆるっとしてここが開くぐらい、開くぐらいの感じで着る方がいいかなと思います。ここアルディンさん特徴ですよね。特徴ですね。普通だったら結構詰まってたりとかするんですけど、アルディンさん曰く、こう首が凝らないように、テンションかからないように、なんか長めに作ってますっておっしゃってました。なるほど。なので長すぎると思わずに、でもし長いと思ったら、まあ切るなり結ぶなりしてもらったらいいかなと思うんですけど、はい、これが一応オーソドックスな着方でございます。はい、白いラインが一番変なとこですね。そこが綺麗に出てきますので、出てきますね。白は可愛いです。はい、私の後ろはこうなってるんですね。ここも、これも赤が、ね、赤が出てきますからね。可愛いです、可愛いですよ。まあ、ちなみに色違いで、ミキさんがこちらネイビー、はい、私が青がありますので、お好みで選んでもらうと、はい、いいと思います。結構男性の方もお使いになる人多いですね。多いですね。はい、ちなみに使い込んでいったら、これね、今ハリハリなんですよ。そうなんかずっとこんな感じじゃないんですね。こんな感じじゃないんですよ。洗っていくとどんどん柔らかくなってですね、これ同じ生地になるんですけど、これぐらいクロスですね、柔らかくなっていきますね。わかりますでしょうか。こう、わかりますかね。本当にこう、もうへにゃへにゃ、くたっとね、しなやか、くたっとなります。だからこれもっとくたくたっとなって、ちょっと縮むと思います。だいたい 10% ぐらい縮めてるって言われてるんで、今あれだけは少し短くなってくると思います。まあ、でも着心地は断然こちらの方がいいので、いいぜひたくさんね。なんでこのハリハリの状態がずっと続くわけではないので、はい、はい、はい、これね、これも定番ですね。ずっと作られてますかね。結構カフェとかで使われることが過去にあって、本当可愛いね。なんかね、20着とかなんか注文が入ったことも昔はありましたね。よいしょ。これだいたいサイズ感一緒ぐらいですかね、さっきとね。そうですね。長さとかもちょっと長い感じかな。長いね、膝下になるな。これはコットンが少し多めに入ってて、さっきのは半々だったけど、こっちはちょっとコットンが多めになって、なんかちょっとやっぱ手触りというかガシッとした感じですかね、さっきよりね、なります。こんな感じ。はい、こんな感じで、はい、ポイントはここですかね。まあ、あ、ここね、はい、アルディンって書いてあります。皆さんエプロン似合いますね。似合うってよく言われますけど、でも大体が似合うんじゃないかと私は思ってるんですけど。似合います。ポケットがここに大きく1個ありますね。そうね、これドラえもんポケット。そう、1個あります。ドラえもんポケットがあって、中は1個だけど、ここがこうつながって、見える、つながって、はい、こうパカッとならないんですね。ならないですね、うん、はい。これもとても男前でかっこいい、はい、素敵な、いい、私は大好きですね、うん、これもまたくたくたに、ね、なりますね。はい、ぜひ。もうほんと初め、これ蚊帳みたいなんですよ。蚊も入ってこない。そう、こういう蚊帳みたいなね、もう目がすごい、もうなんだろう、詰まってないんで、うん、涼しい、多分これは涼しい。でもこれが今こんなクタ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 ってした感じになりますからね。はい、はい、これ私が着てるのは、レッドなんですけど、レッドだけ地の色がフラックスでベージュ生地になっております。いいですね、なんか落ち着いてて、はい、大人っぽい。そうなんですよ。で、白いね、このリボンが効いてるんですね。これ着たら可愛いんですね、うん、白が結構効いてますね。効いてるんですよ。効いてる、はい。まあ、でもこの地の色のフラックスはリネンなので、だんだんちょっと白っぽくなってくるのかなと思いますけどね。
はい、透け感が分かりますでしょうか。私結構分かるね。あ、透ける、はい、これぐらい薄い。そう、あとめちゃくちゃ軽い、ね、軽い軽いのいいよ。そう、軽い。で、多分こんな感じになるとさらにこう軽やかな感じでなると思います、ね、なりますね。まあ、ちなみにもう一個このあと色違いで、うん、はいはい、大人のバイオレットですね。はい、っていう3色、はい、すごい清潔感があってこれはいいですよ。リネン100です、うん、はい、これがまずはコテージエプロンでございます。この生地見たことある方もいらっしゃるかと思うんですけど、この生地のシリーズはクロスもあったりバッグもあったりします。これがクロス。あ、そうですね、うん、洗いがかかってるクロスで、はい、バッグもあります。かっこいいですね。かっこいい。あ、珍しくこのここの紐が調節ができるんですね。そう、調節がこう外れてて、ここの通して自由自在でございます。こんな感じで、うんうんうん、好みに合わせて長さを調節することもできますね。できます、はい、これなんといってもこの横のラインとネイビーが効いてますからね、うんうん、ちゃんとできてます。はい、ポッケは1個ですね、これもね。ポッケは1個。このこっちのポッケは、あ、ここだけですね、これもね。コテージエプロンここだけ1個あります。これはね、あのドラえもんポケットなんですけど、さっきは中はつながって出たよ、出たけど、こっちはつながってない、つながってない。ドラえもん、ここはこう縫い目があって、こう縫い目が入ってて2つになってます、ポッケが。あ、なるほどね、分かれてるんですね、部屋がね。部屋が分かれてます、ね、さっきの部屋1個だった、1個だったんです。そう、はい、じゃあこんな感じでしたね、はい、こんな感じです。ブラウンのエプロンと、はい、コテージエプロンでした。これはすごくいい生地、本当に経年変化が楽しめる。私も好きだな。私も大好き。やっぱリネン好きな人ってあれですよね、漂白されてる生地よりか、そうそう、漂白されてないこのフラックスの生地が好む傾向がある、うん、ありますね。経年変化が楽しめますよね。そうですね。シンプル。これここにポッケがあるんですね。そう、ここはない。そこないです。ただね、これね、使ったこと私あるんですけど、あのポケットがここにあることで、ここじゃない方がいいなと思う人もちょっと正直あるかも。作業とかするときにここから出ちゃうんですね。なんかカフェとかにはちょっと不向きかなっていう。家で使うにはすごくいいと思うんですけど、なんかカフェとかそういうポッケをフル利用する人とかですね。フル利用する人はここにあった方がすごい使いやすいです。立ち仕事の人だといいかもしれないですよね。しゃがまず。そうね、うん、それそうだそうだ、うん、そう。なんで仕事とか用途に合わせてポッケのこう場所を選んだ方がいいですよね。そうです、結構ポッケ重要ですよね。重要、すごい重要だと思う。思います、うん、後ろにラインが入ってますね、これもね。私大丈夫大丈夫、すごい上手に来てます。最後こんな感じ、うん、かわいいね。いいですね、うん、いいですね。これがですね、はい、洗いがかかったクロスです。これ私の私物なんですけど、うん、すごくいい、全く同じ生地なんです。今これ最初こんなパリパリだったんですけど、まあ、でもこれまだあんまり使ってなくて2回洗ったぐらいですかね。もう柔らかくなってちょっとシワ感が出て、すごくですね、味が出てきたので、もっともっと使っていきたいと思います、うん、何年も使っていけると思いますので、うん、ぜひぜひヴィンテージのように育てていただきたい。いいですね、ヴィンテージのように。うん、あ、ずれてる。これ唯一ですね、後ろがバッテンのタイプなんですね、これはね。失礼いたします。最初はまあ1回やっとけば、あとはね、あのインドもかぶって。そうなんですよ、あの首がしんどい方はこっちの方がいい場合もありますよね、うん、はい、ゆるです。あ、いい感じ、いい感じ。じゃあこれを引き締まりますね。引き締まりますね。後ろのバージョン、お母さんみたい。お母さん、ね、あ、でもいいね、うん、なんかね、優しそう。私はちょっと仕事っぽい感じで、そうね、キュッとした感じで、うん、一瞬持ってきました、前までね。家で着る感じのエプロンですね。そうですね、ちょっとドレスっぽく見える若干エプロンですね、うんうん、はい、これも私の私物です。これも美和さんの私物です。同じ生地なんですけど、今ハリハリなんですけど、うん、そう、これは半年1年使うとこれぐらい柔らかくなりますよという生地でございます。ちょっと白っぽくなりましたね。そうね、うん、これもこういう感じの、本当にもう折ったままの状態で仕上げてやって、うんうんうん、これを洗って洗ってクタクタってなってくるとこんな感じになってきます。柔らかい
色も少しね白っぽくなってますね、うん、それそうですね、うん、なのでもっともっと足さばきも良くなるし動きが音がしない、うん、そうですね、なりますね。これも白の方ですね、見えますかね、こんな感じ、うん、白すごい清潔感があってありますね、うん、素敵。今は本当パリパリなんですよね、またね、着れば着るほど良くなっていくアルディンのエプロンですね。エプロンでございます。エプロンが好きな人は結構集めたく、うん、集める人も ね、 ね、多いですよね。何枚も持ってらっしゃいますよね、うん、そう、うん、でなんかお客様でも仕事の時になんかお気に入りのエプロンをすると気持ちが高まってやる気が出るとか、ま、なんか気持ちが引き締まるアイテムではありますね。ありますね、お家でね、うん、あの、そうそう、家事する時もやる気が出ますよね。なんか可愛いエプロンしてるとね、うん、ちょっとこのままコンビニ行こうかなって思ったりしますしね、うん、します。できる、ね、できるねということでですね、うんうんうん、本日はざっくりですけど、うん、本日はアルディのエプロンをご紹介してまいりました、はい、詳しいあの商品のことはですね概要欄にリンクが貼ってありますのでぜひご覧ください。ではですね、チャンネル登録等してくださると嬉しいです、はいはい、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。